矢神の前に突然降りかかる星稜高校教師沢陽子の死、彼女を殺害した RK 相馬の目的は異人町の便利屋桑名を捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという桑名の正体をめぐり、矢神は底知れない闇に直面していく。はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、河村町の探偵で矢上さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、多忙。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない、なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となるとこの部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。なんだ？怪しいな。なんだ？目につく傷はここだな。どう、海藤さん。小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。これは血だ。そんなに量はないけど。ああ、そうみてえだな。あ？ねえ、矢上さん。それ、沢先生が高校生だった時の卒アルだよね。黒川学園の。なら間宮結衣とかいじめ加害者の河合なんかも映ってるんじゃない？ああ、そうだな。そのはずだ。血が跳ねた先にそんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？
アルマム、中を見てみるか。いや、でも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃもう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの？それっていいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越芝殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああ、なら俺らが持っとくべきだな。多分沢先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ杉浦。警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい、わかったよ。なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹。神室町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、鍋さん。慣れ慣れしいぞ。あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは星たちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は？死因は首の後ろ盆の窪へのひと突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間？じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。鍋さん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ街に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは？ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるがそう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんでカムロ町の半グレに追われてた？おまけに桑名ってのも偽名だって？沢先生とはどういうつながりがあった？それ全部知りたいですよ俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。まあ今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか鍋さん？ああ、
こいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。なんだよ。鍋さん、江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。江原が三越芝を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と三越芝殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか。俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を三越芝殺しで調べるなら、その前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで三越芝殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか。解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと。よせ桜井。